ボイシュ軍はアメリカ合衆国アイダホ州の南西部山岳地に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7028人である。軍庁所在地はアイダホシティ市であり、同軍で人口最大の都市はホース州弁ドである。1915年3月15日に設立され、軍名は州の愛称である宝石の州から取られた。隣接する 英田軍には州とボイシがあり、英田軍は1864年12月22日にボイシ軍から分離した軍である。ボイシ軍はボイシナンパ大都市県に属している。ボーガスボンチスキー城が軍南西部にある。軍東部にはソートゥース国立レクリエーション地域の西部であるソートゥース原生地の中心部がある。ボイシ軍は1915年3月15日に アイダホシティを軍庁所在地として設立され、軍名はボイシ側から取られた。ボイシ側はフランス系カナダ人探検家や毛皮交易業者たちが、その下流の砂漠上流域で基地に沿って成長する非常に多様な樹木にちなんで名付けていた。アイダホシティのあるボイシ盆地は国内でも埋蔵量の多い近郊、原の一つだった。 金は1862年に発見され、現在のボイシ軍から掘り出される金は、アラスカ州全体で産出される量よりも多かった。その最盛期は1860年代半ばであり、アイガホシティは太平洋岸北西部では最大の都市であり、1863年にアイガホ巡州を設立する動機になったのは、この時の急速な人口流入があったからだった。 下流のホース州ベンドやボイシシは、ボイジボンチキンコーハラに出発するための町になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1906.76平方マイルであり、このうち陸地は1902.46平方マイル、水域は4.30平方マイルで、水域率は0.23%である。 軍内の最高地点は、ソートゥース原生地の東境界にある標高1751フィートのトンプソン方である。最低地点は、西隣のジェム軍との軍境にあるペイエット川西であり、標高は約2500フィートである。ソートゥース山脈軍内の2つの主要な道路は、自然景観道路である。軍内を走るそのほぼ全長にわたって2車線。 対抗校規格道路となっている。アイダホ州道21号線のポンデローサマツ、自然景観道路は、ボイシシから北東のアイダホシティアローマンに登り、カスター軍のスタンレーで終わっている。アイダホ州道55号線のペイエット川、自然景観道路は、国立自然景観道路にも指定されている。エーダ郡イーグルから北にホースシューベンドに向かい、ペイエット川の急流沿いを上って、 バレー軍内のカスケードとマッコールを通り、アダムズ軍のニューメドーズで終わっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。